どうもお疲れ様でございます。今回はクラウドファウンディングについてお話ししようかと思います。まあ、皆さんもね、利用できるんですよ。例えば、何か新しいことをしたい、新しい目的を持って行動したい、新しい事業をやってみたい。だけども元手がないんですっていう時ですよね。こういう時に、まあ一番先に考えられるのが銀行からの融資を受けるというものなんですけども、融資にはかなりの審査のエネルギーもかかりますし、時間もかかります。またハードルも高いです。その割には金額があんまり大したことないんですよ。ということで、よく用いられているのがクラウドファンディングなんですよね。こちらの方は審査は比較的緩くて、目的も自分で決めれます。また金額も自分で決めれるんですよね。あとは多くの支援者さんの共感が得れるかってことに尽きるわけなんですよ。ですんで、自分の利益のためだけにやろうと思ってもなかなかうまくいかないんですけども、支援してくださった皆様にも目的が達成されるという喜びがありますよとかね、何らかのメリットがありますよってものを入れていくと、ああ、だったらダメ元で資金を預けようって話になるんですよね。まあそういったことをクラウドファンディングというわけですけども、ちょっとね、こちらの方をご覧いただきたいと思います。上の方にぐーっと行きますとね、クラウドファンディングについてどういうものですかと私が尋ねているものがあります。で、概要。クラウドファンディングっていうのはインターネットを通じて多くの人から少額の資金を集める仕組みですと。プロジェクトやアイデアを実現するために資金が必要な人がクラウドファンディングサイトにプロジェクトページを作成し、支援者から資金を募るということで、クラウドファンディングっていうのはね、個人で立ち上げることもできる。つまり、私募債ってやつなんですけども、自分で募集するお金っていう意味の私募債ですよね。こういったものもあるんですけども、やっぱりね、クラウドファンディングを司っている大手サイトに依頼した方がお金を預ける人も安心なんですよね。まあですんで、主にはクラウドファンディングのサイトを使うってことになります。例えば私が速稼塾という塾を運営していて、塾生さんと毎日つながっている場合、その塾生さんたちにクラウドファンディング募集みたいな感じで私募債を募ることってのはできます。でも多くの方は自分のマーケットを持っていませんからね。そういう場合はこういうふうなクラウドファンディングサイト、キャンプファイヤーみたいなところを使うことが有効だと言えますね。はい。で、そのクラウドファンディングの中にもいくつかの種類があります。例えば、リターン型。支援してくださった、お金を支援してくださった方に対して、プロジェクトの完成品、限定グッズなどをリターンすると。つまり、プロジェクトが完成した暁にはこれをあげますよっていうふうにして、支援金を募るってものですよね。それから次、寄付型です。これはね、完全にお金をもらって何のメリットも返さないってやつです。つまり、支援した方のメリットっていうのは、自分の支援したプロジェクトが成功することなんですよね。その成功する姿を見たいみたいなところになります。そうですね、例えばね、何かこの、デザイン画のコンテストがありますよね。絵のコンテストが。その絵のコンテストのために、自分はしばらく生活費を稼ぐことができないんで、この作品に集中したいんで、皆さんその間の生活費、その他の経費を持ってくれませんかみたいな感じで、共感を得れたら、その間作品作りに没頭して、生活費なり経費をクラウドファンディングで賄うということができるんですよね。で、その作品ができた暁には、その作品が入賞しようとしまいと、一つの完成品をみんなで作り上げたというね、まあそういった共同意識、まさに共感からお金が集まるかどうかってことになります。これは普段どういうふうに、お客様というか視聴者さん、ファンの方とつながっているかっていうところが肝になってきますね。はい、3つ目なんですけども、購入型です。商品やサービスを先行販売するタイプ。これ結構ね、私利用したことがあるんですよ。というのが、今クラウドファンディングをスタートして、商品をたくさんの方に届けていきたいんだけども、今商品は手元に10個ありますと。この10個の商品を高額なんだけども、1個10万ぐらいで買ってくれませんかと。そして集まったお金で量産の開発費を、まあ、賄うんで、それによって市場に1000個2000個と出していきますっていう形ですよね。最近私が関わったのはね、映画作りです。銀河英雄伝説っていう映画があったりとか、君はまだ暗いトンネルの中っていう風なね、財務省をすごくやっつける、税金の映画があるんですけども、こちらの方の制作費をみんなで払ってくれませんかってことで、クラウドファンディングを募集されたんで、その中の一番高額なやつに私はお金をお支払いしたんですよ。で、作品ができて、全国の映画館で公開されて、それはまあ有料で見に行かないといけないんですけども、あ、この映画は俺が資金を投じて作ったなっていうふうな満足感が得れるみたいなね、そんなことがあります。確かね、私の知り合いの餃子屋さん、堀江貴文さんが尾道の餃子屋さんに行ったことで有名になった餃子屋さんがありますけども、あそこをクラウドファンディングをやったんですよ。
風評によって営業ができなくなっちゃったんだけども、営業の復活をしたいんで、ちょっと皆さんご支援お願いしますみたいな感じで、300万のクラウドファンディングを募ったところ、1500万集まっちゃったみたいなね、そんなこともあったみたいですけどね。こういうふうな、支払って完了、そして、行財さんが復活する方も見たいなっていう人の思いを叶えるようなね、そんな経営者の思いとちょっとね、重なるようなクラウドファンディングもあるということになります。で、クラウドファンディングのメリットはもう私さっきお話したと思いますけどね。デメリットもね、そうですね。あるといえばあるんですけども、そんなに気にしなくていいんじゃないかなと。とりあえずお金ください。この目的のためにってやればいいと思います。さあ、その中でね、例えば経営者の方が病にかかってしまいましたと。で、病にかかってしまって、半年なり1年間は自分の健康状態を復活させるためにちょっと休業しなければならない。その間、どうしても収入がなくなっちゃうんで、クラウドファンディングを募集したいなと思った時にどうすればいいかってことなんですけども、例えばね、自分がクラウドファンディングで、暮らさせてもらって、で、病気を克服して、現職復帰しましたと。そのプロセスを全て記録として出版します。その出版物を完成させるために皆さんのクラウドファンディングをお願いしたいみたいなね、そんなことがあるかもしれませんし、もう一つは、その病を克服して通常業務に私が戻った暁には、同じような悩みを抱えて経営者なんだけども、しっかりとした入院とかしっかりとした療養ができないって方のための基金を作りたいと。だからそのための基金を募集させてくれませんかっていうふうなね、形もあるのかなと思いますよね。こういったアプローチもたまにはっていうかね、ありますよって話なんですけども、その他ね、クラウドファンディングを募るためには、どんな目的が共感を呼べるのかなっていうふうなことを考えていくといいと思います。その共感が呼べる最も単純なものが、クラウドファンディングにお金を払った人が、そのプロジェクトが成功した暁には、もっと儲かって帰ってきますよっていうような投資みたいな考え方なんですけども、これはね、なかなか、クラウドファンディングを行う方としては、約束できないことなんで、リスクが高くなると思います。そもそも、そんなことができるぐらいだったら、クラウドファンディングなんて、そういう人はしないですからね。はい、ということで、参考になれば幸いでございます。以上です。